こんにちは、ピースレザークラフトです。お久しぶりですっていう感じですね。すごい間が空いちゃって、すみませんでした。もう本当にね、ありがたいことに、注文殺到っていう状況で、もうバタバタしまくってね、全然動画撮れるような状況じゃなかったんで、本当にそれはすみませんでした。これからなるべくね、スケジュールもうまく調整して定期的に動画出せるようにと思ってる次第でございますので、今後とも、ね、よろしくお願いします。で、今日の動画なんですけども、最初に言っとくと、今年新しく商品ちょっと追加できる目処が立ったんで、それの発表と、あと、新プロジェクトみたいな感じで今年展開したいプロジェクトがあるんで、その話をしたいと思います。はい、それじゃあもうね、早速本題その1っていうことで、お話したいなと思うんですけども、何かっていうと、このね、私が着てるピースの T シャツ、売ってほしいとか、販売ないんですか、販売してくださいって感じで、いろいろ DM とかアンケートに書いていただいたし、でレビューとかの、補足みたいな感じでもいただいたのかなと思うんですけども、この度めでたくね、出せることになりましたんで、そのお話をしたいなと思います。で、まあ出せる理由ってもうめちゃくちゃありがたいことなんですけども、知り合いで非常にクリエイティブな活動してる友達がいて、その彼がシルクスクリーンの機械を導入したというのを、インスタで知ってね、それで出せるようになったんで、もうあらかた彼のおかげなんで、もう頭下がりまくりっていう状態なんですけどもね、それでいろいろ相談して T シャツを出します。でまず最初に、T シャツの細かいことを言う前に、その彼こんな感じの人でした。まずね、本当にいい感じの工房。これね、すごいのは、彼これ自分で建ててるんですよね。自分家のお庭に。彼は木工もできるし、こうやってね、今話してるようなシルクスクリーンとか、いろんなことをしても。で、あちこちのフェスとかで、こういうシルクスクリーンのワークショップもしてたり、他のものを作るワークショップもしてたりするんで、それは、ちょっと概要欄に彼のインスタのリンク貼っとくんで、ぜひとも、フォローをお願いしたいなと思います。はい、で T シャツなんですけども、一つはこのね、僕のピースのオールドサインって、昔のモーテルのネオンサインだよみたいな話を、前の動画とかでもしてるんで、まあまあ、このデザインのストーリーみたいなのはそっち見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。で、このパターンと、もう一個、こういう感じのパターンを出そうと思っております。で、ボディの色もね、まあ今、見本というか、これ、言っておきますけど、合成なんで、今時点はね、黒とオレンジでお見せしてますけども、他の色もちょっと出せたら出したいなと思ってます。当然ながらサイズも SML、XL、WXL っていう形で受けれるようにしようと思ってるんで、ぜひぜひね、買ってみんなでこの夏ね、この T シャツ着てあちこち遊びに行って、その写真をインスタに上げて、まあそういうの一つは、ボディはやっぱりこういうシルク T シャツとかだったら、まあ鉄板なのかもしれないんですけども、ヘビーウェイトコットンのボディを使いたいなと思ってます。で、音数で厚みいろいろあるんですけどもね、だいたいいろいろ考えて 5.6 音数ぐらいのやつにしたいなと。マックス分厚いとちょっと夏場ね、着ててすごい暑いんで、そのちょい手前ぐらいの音数のボディを使いたいなと。それと、シルクに関しては、今回せっかくね、彼と組んで
やるんで、インクもどうしようかって話をしてたんですけども、ラバーインクを使おうかなと思ってます。ラバーインクって何やねんっていう話なんですけども、シルクのインクっていろんな種類があって、で、がっつり染み込むタイプもあるし、染まった感じでね、で長く使ってもその色あせとかシミ割れとか起きないっていう感じのやつとかあったりもするんですけども、今回は使うインクは使うそのねラバーインクは、洗濯したり着まくったりしてると割れてくるというのをあえて使おうと思ってます。昔こういうシルクの T シャツとか着てた頃って、気に入って散々着てたら結構このプリントとかひび割れてきて割れたりとかねして、すっげえやれた感じになると。でそれがどうなのかっていう話になってくと、僕はそうなった方がなんかやれた感ってかっこいいんじゃないかなって思う人なんで、そのインクを使って釣りたいなと思います。はい。であとね、サイズももちろん、さっきいろんなサイズを出しますというか、出しますというか正確に言うと受けますっていう感じなんですね。で、なんなら女性の方もね、レディースサイズでも言っていただいたらそれは用意しようと思ってます。で用意するっていうニュアンスから、感じ取ってほしいんですけども、受注生産にします。で予約販売っていう感じで受付期間を決めて、でそこで、一定数固まって仕入れる、すいませんけどうちはアパレル本業じゃないんで在庫抱えて吐くっていうルートがないんで、やっぱりそうせざるを得ないんですよ。で下手な話、あまりにもご注文いただく数が少なすぎたら、あまりにもっていうのは今ざっくり計算して、10着以下とかだったら完璧に赤字なんで、すいませんけどその時は、この T シャツ販売案っていうのはポシャルかもしれませんというか、多分ポシャると思います。なのでその枚数は最低限超えたいなと思ってこうやって告知してるわけですけども、そこはね、ご了承いただきたいなと。で、受注取ってそこからだいたい1ヶ月ぐらい見て皆さんにお届けするっていう形で、で細かい日程は今詰めてる最中なんですけれども、だいたい4月半ばから後半ぐらいで受注期間を設定させていただこうと思います。でお届け期間はそこから1ヶ月後ぐらいなので、梅雨前には発送を開始したいなと。梅雨が明けたら皆さんに来ていただけるようにっていうふうに考えてます。でそのあたりはうちのホームページのブログ、それと、インスタで、告知させてもらおうと思うんで、うちのインスタも概要欄にリンク貼っとくんで、ぜひねフォローしてそこを見ていただけたら思うんで、よろしくお願いいたします。で、次なんですけども、この今回の T シャツも実はね、その冒頭に言った新プロジェクトって話とリンクしてるんですけども、なのでさっきのデザインはちょっとこう袖のところアップにすると入ったりしてるんですけどもね、半分だけチラ見せしてますけども、全部のロゴというかその名称はこういう感じになります。はい、ハンマーヘッドっていう名付けたプロジェクトで、この T シャツもね第一弾としてやっていきたいなと思ってます。で当然 T シャツだけじゃなくて、今ねピースではヘリテージワークスコレクションっていう、まあ、カテゴリーみたいなのを作ってやってるんですけども、ヘリテージワークスコレクションは昔ながらのものに込めるという感じ。じゃあこのハンマーヘッドって何やねん、ハンマーヘッドってスラングがあって、略すと、愚か者とか間抜けとかいう感じなんですよ。で僕は間抜けっていう意味よりも愚か者の方に意味を
見てるんですね。でその愚か者っていうのは見ているあなたたちに言いたいわけではなく、僕自身がもっと愚かになりたいという思いを込めて、このハンマーヘッドっていうプロジェクトで、一つのカテゴリーを作って、いろんなものを出していきたい。で愚かってどういうことやねんっていう話なんですけども、いや今時そこまでゴリゴリにせんでもみたいなことを、まああのね、どれだけ大層なことができるかわかんないですけども、まあ自分のやりたいこと、好きなもん、それに、とことん振り切ったやつだから、売れ線とかそんなあんまり気にしすぎてちょっとこうひよっちゃうよりもね、本当に俺こういうのが出したいし、自分やったらこういうの欲しいねんっていうのをこだわるシリーズっていう形で作っていきたいなと思います。なので、その一発目、今回コラボっていうことで T シャツ出しますけども、もちろんピースなんで、レザーのアイテムもハンマーヘッドとしても出します。で、それはまだちょっと試作が終わってないんで、順次っていう形になるんですけども、あなんかこだわってんなというか、深いなみたいな、ね、やっぱりストーリー性のあるものをこだわって、今ももちろんながらだいぶこだわってますけど、それよりもさらにもう僕の好きをぶち込んで作りたいっていうラインナップでやっていきたいなと思うんで、それも、順次ね合わせて出していけたらなと思います。で T シャツの方のプロジェクト、まだね今日これと動画撮って、この後サンプルとかいろんなこともやって進めて準備していかないといけないんですけども、その進捗もまあ時期によったら動画っていうよりもインスタになるかもしれないですけども、あの順次ね発表していきたいと思うんで、この動画初めて見られた方はチャンネル登録をしてほしいし、インスタのフォローもしてほしいなと思います、というような、発表のお話でした。でいつもね最後にちょっとちょけたことを言ってるんですけども、今回久しぶりなんでね、あんまりちょけてもよろしくないと思うんで、本当に、こんな感じで今年も頑張っていろんなものリリースしてねやっていきたいなと思うんで、ぜひいいねボタンと、まだの方はチャンネル登録、それからうちの、インスタとかね各種メディアもフォローしていただけたらとても励みになるし助かります、ね、どうぞよろしくお願いいたします。